これがとにかくすごいんですよ。これがね結構楽しみなんですよ。なんかサーカスみたいですね。皆さんこんにちは、ジーシャオレゴビルダー。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらです。レゴシティ北極探検輸送ヘリコプターです。はい、こちらは僕が今年開封したトイザラスとイオンのレゴのハッピーバッグに入ってたレゴシティです。去年の動画でこれの北極探検隊、こちらを作りました。その時に北極探検隊のセットまたあれば買いますって言ったんですけど、もう手に入れちゃいましたね。はい、今回の動画ではこちらを組み立てます。はい、では箱を見ましょう。僕はこれまでにレゴシティのヘリコプター2つ作ったことがあるんですけど、今回は中型ですね。いや、もうこの箱のこのプロペラ4つ付いたヘリコプターめっちゃかっこいいですよね。こう見る感じヘリコプター以外にもこちらのバギーも入ってます。北極探検隊の時は古代の虫みたいなものを捕まえてたんですけど、今回はサーベルタイガーを発掘してますね。これのめちゃくちゃでかいセットは確かマンモスです。はい、箱の裏はこのようになってます。このクレーンは僕が前に作ったあの海上レスキューヘリコプターのあのクレーンのギミックと一緒ですね。もし本当に出てきたら怖いですよね。まあそれはないですもんね。この北極探検隊のセットはもう廃盤になっちゃってるので、おそらくなんですけど今年中には絶対にもうとんでもない金額になってると思います。あ、でも久しぶりにシティ開けるので僕はちょっと楽しみですね。はい、では開けます。うおお、はい、中にはパーツが入った袋が3つと、おそらくなんですけどヘリコプターの後ろの部分のパーツが1つ、説明書が2冊とシールのシートが1枚、そしてサーベルタイガーのミニフィグが1つです。てっきり僕バラバラに入ってると思ってたんですけど、袋に入ってました。これはもう組み立て済みですね。説明書は2冊あって、1番でバギーとサーベルタイガーの入ってた氷の塊を作って、2番の説明書で輸送ヘリコプターが作れます。まずはこちらのバギーとサーベルタイガーの入ってた氷の塊、こちらを作ります。では袋からパーツを取り出します。なんかこれスーパー戦隊のおもちゃ開けてるみたいです。はい、ではまずはこちらの北極探検隊のバギーとサーベルタイガーの入ってた氷の塊、これを見ていきましょう。実は僕このサーベルタイガーのミニフィグすっごい出来がいいんですよ。もう先これから見ましょう。はい、全体はこのようになってます。下側と上側、これ結構動くんですよ。まずこの頭部がこのように動いて、そう下はここまで行って上はここまで動きます。でこの下半身、この足の部分もめっちゃ動くんですよ。ちょっとねここ硬いんですよ、個体差かもしれないですけど。上はここまで稼働して、下はこんな感じですね。なのでこのミニフィグだけでもすごい十分に遊べますね。まあサーベルタイガーのミニフィグはこんな感じで自立することもできます。なんかサーカスみたいですね。じゃあ次はこれを見ましょう。完全防具ですね、これはすごい。はい、全体はこのようになってます。顔に関してはもうゴーグル一体化してますね。ちなみに頭部はこのようになってます。なんかスパイダーマンのミニフィグを思い出すな。腕は手袋をつけています。そしてこのミニフィグのこのプリントパーツの作り込みがめちゃくちゃすごいんですよ。もういかにももう山登りしてるように見えますね。実際で箱で氷の山をピッケルを使ってうまく登ってましたね。はい、次はこちら北極探検隊のバギーですね。はい、全体はこのようになってます。下側はまあ簡単な作りになってますね。そして上はこのようになってます。タイヤが4つついてますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。ちなみにこのプリントパーツは前に作った北極探検隊のあのスノーモービル、あれと一緒ですね。これ小さくてパーツ少ないんですけど結構再現されてます。そして後ろにはピッケルが2つと、そしてノコギリが1つ入ってます。こちらは取り外してこのミニフィグに持たせることができます。はい、持たせるとこんな感じです。でこちら取っ手がもう1つついてますので、はい、持ち手を変えるとこんな感じです。次はこちらのピッケルを持たせます。はい、ピッケルを持たせるとこんな感じです。なんかこれボンハンの統計思い出すな。そして最後はこちらサーベルタイガーの入ってた氷の塊です。このね水色のクリアパーツがすっごく綺麗なんですよね。はい、全体はこのようになってます。色は白と水色のクリアパーツで、この黒い部分は何かっていうと、後でヘリコプターの時に作るんですけど、フックを引っ掛ける穴です。でこちらの氷の塊のここの部分、ここは簡単に取れますので、先ほどのサーベルタイガーを入れることができます。奥まで入れて、これで入れると、
はい、こんな感じで氷漬けにされたサブルタイガーを再現することができます。まあ尻尾はみ出てるんですけど、まあこれはしょうがないですね。はい、ミニフィグと並べるとこんな感じです。これは発掘調査してるように見えますね。この前基礎版の白色を買ったので、はい、こんな感じです。やっぱ基礎版めっちゃ合いますね。はい、それでは残りの袋をすべて開けてこちらの輸送ヘリコプターを作ります。はい、まずは組み立てが完了しました。もうこの時点でめちゃくちゃでかいです。ではここからシールを貼ります。せーので、はい、完成。輸送ヘリコプターです。かっこいい。でしかもめちゃくちゃでかいんですよ。いやもうこれは素晴らしい。はい、全体はこのようになってます。上側ちょっと見えづらいんですけど、このようになっていて、背面はこのようになってます。ちなみにフックなんですけど、本当はこれこの状態なんですけど、そうしちゃうとちょっとあれなんで、まあ、一応ここに取り付けてます。やっぱこれ目につくのはこの4枚のプロペラですね。しかもこのプロペラがもうものすごいんですよ。とにかくまあこれは後に紹介します。はい、じゃあ近くで見ましょう。まずここは操縦席ですね。この操縦席は前に作った雪山の遭難のヘリコプター、あれと一緒のパーツですね。でここに北極調査隊のマークがあります。ちなみにこれはプリントパーツじゃなくてシールです。そして正面から見てこの右側のこのプロペラ、めっちゃかっこいいっすね。もうすごい迫力があります。ちなみにこのランプの色なんですけど、右側は赤色です。ちなみに左側は緑色です。このねシールもねすごいよくできていて、このラインとパーツ一緒なんですよ。これはよく考えられてる。そして後ろの部分はこのようになってます。ちなみにこの後ろのこの尾翼のマークは全部シールです。これはだけはちょっとプリントパーツにしてほしかったですね。ではこれのギミックを見ましょう。まずプロペラ回転するんですけど、これがとにかくすごいんですよ。まず何がすごいかって、なんとこれ羽当たらないんですよ全部に。まずこの2つを回します。ほら当たらないんすよ。でさらに上の2つ、これも当たらないっすよ。これめちゃくちゃ考えられてますね。ちなみにこれどうなってるのかというと、後ろのこのプロペラは前のプロペラと違って一ブロック上なんですよ。なので当たらないようになってるんですよ。これは素晴らしい。でここの裏の反りの部分、この前の部分だけはこのように稼働します。後ろの部分は前より回転しないんですけど、このように稼働することができます。これ知ってる人いると思うんですけど、車の番号とかこういうヘリコプターのこの番号何なのかっていうと、箱のパッケージに書いてある番号あるじゃないですか、あれなんですよ。これもね結構いいデザインなんですよね。僕これ好きなんですよ。そしてここの前面部分、これを外してここにミニフィグを1体座らせることができます。あ、しまった、ミニフィグの説明を忘れてた。はい、これがパイロットのミニフィグです。はい、全体はこのようになってます。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。あー、ちょっとこれ画面じゃちょっと伝わんないんですけど、乗ってるか乗ってないかわからないですね。ちなみに正面から見たら、あ、ちょっと逆光で見えづらいかな。ちょっと見えづらいですね。乗ってるか乗ってないかちょっとわかんないなで次にこのクレーンアクションですね。これがね結構楽しみなんですよ。こうやって回すとクレーンが降りてきて、反対側を回すとこのように戻ってきます。これが楽しいんですよね。では先ほどのこちら
サーベルタイガーの入った氷の塊、これを郵送してみます。こちらに引っ掛けて、はい、こんな感じで郵送することができます。これはいいな。こういうギミックが再現できるってさすがレゴシティですね。いや、どうしよう、これ北極調査隊のセットめちゃくちゃいいですね。もう北極探検隊シリーズはもう終わっちゃってるんですけど、もうまた、そうですね、まあ、あのハッピーバッグの中に入ってるかもしれないので、まあちょっとそれも期待しております。はい、レゴシティ北極探検隊輸送ヘリコプターはこんな感じです。はい、ということで、レゴシティ北極探検隊の輸送ヘリコプターを作ってみました。あの、レゴシティのこういう乗り物系ってめちゃくちゃクオリティ高いので、乗り物系好きの人はもうこれ絶対買って作った方がいいですよ。これはね、もうギミック盛りだくさんで、しかも結構考えられてるところもあるんで、これはもう本当におすすめします。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。